morning, Vlogmas Day 2! 見て、このトレーダージョーのこの前買ったクリーム。壊れた。なんかね、ペラペラって、こうやってやろうと思ったけど、取れちゃった。あれ？なんか紙みたい。プラスチックだけど、安いです、プラスチック。ああ、しょうがない。違う入れ物入れちゃう。でも、この入れ物が可愛いんじゃん。Anyways, 昨日の夜ずっと雨降ってたみたいで、今日も変に曇り。誕生日パーティーは、おいっ子の誕生日パーティー、公園なのね。ダメじゃん。まあ、どうなんかね。後でメールして、まだ公園、なんか雨降りそうな感じ。絶対地面びちょびちょだし、滑り台とかさ、絶対びちょびちょじゃん。まあ、様子見ましょう。で、なんか昨日のビログマスのコメント、みんなのコメント読んでて、みんななんか、超ポジティブで、楽しみみたいな感じで、なんか、これを見ないと1年が終わらないとかさ、なんか、Oh my god、ありがとう。なんか、今年やらなくていいかなとかって思ってたの。で、どうしようかなとかって思ってて、でも頑張ってやるかなみたいなと思って、だからなんかそういうコメントを読んでやる気が出る。さらにね、なんかよかった、なんか楽しみにしてくれてる皆さんがいて、私のビログなんてつまんないじゃん、普通の日常でもなんか見てくれてるのありがたい。コーヒーでも飲むか。今日はちょっと寝坊できた。エジェとディーン先に起きて、で私を寝坊させてくれた。イエイ。で、明日からメール来てたんだけど、昨日の夜私も爆睡しちゃってたからさ、でメールしたけど、あ、多分まだ寝てる。いや、お茶でもコーヒーでも飲むか。はっ。ベッドメイクやらないと一日が始まらないので、ベッドメイク先にします。ベッドメイクしないともうすっきりしないの、気分がずっとね。はい、郵便局行ってきた。ちょっと荷物を送りに郵便局終わった。イエーイ。とりあえずこれからお誕生日パーティー行ってきます。エチオピアン料理。Just sign.Good job, Aaliyah. Ejie-chan.うるさい子供たち。Yes. What's your name? Aman. So why are you here today? For Elias' birthday, my nephew. Are you enjoying it? Yes. That's a lie. The secret. Oh, we can do that. Record me, record me. I know. はい、どうも、ただいま帰ってきました。今の時間は、はぁ、7時52分。Oh my god. 超かかった。ダンディーノちゃんお腹空いてるので、ちょっと食べ物を食べてあげる。昨日のライスと、玄米と、
お肉があるからそれを食べさせる。パーティーではピザ1枚は食べたけど、ずっと遊んでたから子供たちと。だからね、子供何人いた今日、16人。いや、Alright。じゃあ、温めてあげましょう。で、友達の、エジェのお母さんの友達だけど、私も友達になって、一緒にウォーキングとか出かけたりとかする友達がいて、その子の、その人の子供、ベビーシッター前に知ってたのね。子供がまだ3歳。6歳だった時、今その子供たちは一人は高校生、一人は大学生で、その友達のお父さんだ、子供たちのおじいちゃんねが亡くなっちゃったから、明日ちょっと会いに行って食べ物届けに行く。エジェのお母さんが用意してエチオピアの料理とか、ここにライスがあるからと、エチオピアのパン、エンジェラっていうやつ、届けに行ってくる。で、なんか、なんていうの？日本語がわからないけど、行って、なんか、Sorry for your loss みたいな感じで言うやつ。なんか、お悔やみをなんとかなんとかって言うんだよね、日本語は。それをちょっと、一緒に30分ぐらい座って、ちょっと手伝ってって感じ。をやってくる。で、いや、まあ、とりあえず明日は明日どうなるか見てみて。はい、どうも。Oh my god。なんかね、編集したんだけどちょっと内容が少なくてごめんなさい。疲れた今日。マジ疲れたもん、なんか。大変だった。いとこたちだけかなと思ったけど、なんか他のいろんな子たちが来たから、なんか、Oh my god! みたいな。でもまあ、子供たちを楽しんだし、いっぱい遊んだし、私とティーネージャーたちとエジェ、ごめん、なんかいろいろおしゃべりして楽しかった、普通に。いや、とりあえず、今日の動画はここで終わりにしましょう。And...I'll see you tomorrow ね。今日の誕生日の子はエリアス。前にも本当にディーンが赤ちゃんだった時、エリアスもまだ1歳ちょっと、2歳もしてなかったけど、うちに来てビログマスに乗ってたの。その子が10歳になったの。みたいな。いや、可愛いの、いい子で可愛くて、なんか周りに気使ってて。はい。とりあえず明日、また動画撮りましょう。日曜日はね、私できれば何もなんか外で出かけたくない、あんまり。日曜日次の日学校だし、1週間またずっと外行くじゃん。だ、日曜日は家にいたいので、ディンの宿題とかいろいろ手伝わなきゃいけないし、洗濯物もしたいし、いろいろ準備しなきゃいけないじゃん。でも明日はね、ちょっと予定があるから、様子見る、明日どんな感じになるか。でも多分大丈夫。なんかささっと終われそうな感じ。Anyways、今日の動画をここで終わりにして、また明日の動画で会いましょう。Thank you for watching and コメントマスやってくれてる皆さん、ありがとう。なんかプレッシャー感じてほしくない。なんかね、でもありがとう。そうやってコメントマスやってくれるって言ってた皆さんね。OK。じゃあ、今日の動画をここで終わりにして、また明日の動画で会いましょう。エジェがお茶を入れてくれた。See you tomorrow. Thank you for watching. Love you. Bye.